この猿めっちゃ人慣れしてる。注意しといた方がね、いいこと一つ気づきました。僕は中間ぐらいのところからでいいやと思って、自分で登って上まで行って、ほんで降りてきたらいいやと思ったんですけど、これね、一番上までタクシーで行ってもらった方がねいいです。はい、圧倒的に。何でかっていうとね、結構長いんですよ。長いし、多分飽きちゃうと思う。なので、ね、一番上まで、バイクタクシーでもタクシーでもいいんで行っていただいて、降りてくるのを楽しんだ方がね、いいです。見てもらったのにね、まっすぐめっちゃ出てくるんですよ。めっちゃ暑いし。なんで、ね、皆さんよかったら気をつけてください。一番上まで行ってから降りてくるのを楽しんでください。すごいね、ハードコアなジム見つけました。それよりね、暑い、やばい。これやばいわ。もう、びしょびしょや。最後、トラが象徴なんかな。Lot of boring math later. ちょっと待って、これガチで緊急事態。今一番上まで来たんですよ。まあ、ちょっと景色いいかなと思ってちょっとすっぺらく見たらいいんですけど、なんかね、頂上の着いたらこれなんですよ。まずこれ多分電波局かなんかでしょ。多分ここより入っちゃダメじゃないですか。行き止まりなんですよ。皆さん気をつけてください。モンキーパーク、モンキーマウンテンに来た際はですね、頂上まで行かなくて大丈夫です。はい、頂上まで行かなくて大丈夫。頂上に行っても何もありません。猿もいません。むしろなんかこういう電気ケーブル系の施設がいっぱいあるだけです。はい、皆さんモンキーマウンテンに来た際は頂上まで行かなくて大丈夫です。手前で十分楽しめますね。はい、いやごっつい汗かいた。戻ろう。今帰るときにですね、おっちゃんにここの写真動画撮っていいってことでいいって言われたんで、これが限界ですね。このビューが多分このモンキーマウンテンの限界です。はい、皆さん見えてるかな。これですね、これがこの限界かなと思います。多分ですね、これが中間ポイントなんやけど、今上まで行ってここに降りてきて思ったんやけど、多分ここまでで大丈夫です。このビューの覚えておいてほしい。ここまで大丈夫で、こっち側はこんな感じで、こっち行ったら上で、こっち行ったら下なんで、もうここで大丈夫です。はい、言っておきます。皆さん、モンキーマウンテンは
ここで大丈夫。はい、僕が行っても猿一品もいません。犬しかいない。なんでここまでね、みんなね、どれぐらい暑いか分からないでしょ。もうみんなこうやって後ろの方で脱いでいくぐらい暑いから、これも脱ぎたいけどね、これが擦れる。下の方まで来ました。ゴリゴリと